今夜のバズーカは映画界の性被害だったり、映画界にはびこる服の中に手を入れられたりとか、性被害に暴いて懲らしめてやりましょう。水原希子が切り込む。ホテル呼ばれて泣かれるってことじゃないですかね。ご存知だと思いますけどね。結構有名な人もそういう風なことをされちゃってる方も。ああ、そうなんですか。ジャーナリズムバラエティの真骨頂をお見せします。バズーカ。6月某日、今回の企画を説明するためスタッフは水原の撮影現場へと足を運んでいた。すごい、この前の払い機会がバズってる。バズってる。マジで本当なんかツイッターってあんまりなんか見つけれないんだけど、いや、そうどこでバズってるのを感じれるのかが分からなくて、はい、視聴回数がすごくて。やったやったね。よかったです。やってよかったです。アイドリングトークで温まったところでいよいよ本題に。すると今まで笑顔だった水原の表情が一変する。何ですか今日は。いや、で今回怖いんですけど。すごい現場まで来て。いや、そうそうそう、いや、ね、すいません。何事ですか。そう、いや今回ほんとちょっと見えてる、まあ、前回はああいう感じだったんですけど、うんうん、今回もうちょっとちゃんと真面目な企画にちょっと取り組んでみようかなと、うん、へー思いまだ信用してない信用から、はい、で要はもう水原さんも言ってる映画界の話にちょっとなんかいろんな噂を聞くので、結構そこまで切り込んで企画っていうのが今まで、まあ、テレビも含めてあんまないじゃないですか。ない。でなんか僕らとしてはそこにちょっとこう切り込めないかなっていうふうに思ってて、どうやって映画界のいわゆるだからもう性被害だったり、まあセクハラも含めてなんですけど、そうですね、そう、今回暴く業界の闇というのが映画業界で相次ぐ性被害。来ましたね。木下ほうかや超大物監督による性暴力が週刊誌に取り上げられ世間の注目を集めている。記事はありました。実際本当にどうなんだろうっていうところまで追っかけられないかなという、そう、はい、思ってるんですけど。いい、怖それ私が担当するの。これやりやだなマジか、すごい、いやだからこの小山さんとかも来てほしい。いや、そう。果たして水原の出した答えは、まあ、チャレンジじゃないですけどやってみるとどうなのかなと思って、その辺のお話、うんうん、あ、だから行けるところまで行けばいいと思いますけど、多分行けないボーダーラインが出てくる気がする。あんまり敵に回したくないような人たちまで絡んできたりってすると私は怖いし、ね、バズーカ大丈夫かな。いやいや、ね、みたいなのもあるから、ちゃんと線引きして、うん、まあ、もう今の時代も大丈夫なのかな、まあ、大丈夫かもしれないですね。もうなんか力ないかもしれないです、うん、暴いて懲らしめてやりましょう、ね、うん、成敗しましょう。なんでよろしくお願いします。ちょっと、うん、わかりました。ということで今回は潜入捜査官キコ、映画界の性被害の闇を暴く。さあということで我らがキコキコが映画業界にはびこる性被害の闇を暴いて、そして皆さんで話し合っていこうということでございますけどもね、これについてはやっぱり、思いがあるわけですよね、キコキコは。まあ、自分も経験したこともあるし、うん、やっぱり芸能界に憧れて出てきた本当に10代とか20代前半の女性とかが結構被害に遭うケースが多くて、知らない間にこう巻き込まれていったりだとか、良かれと思ってこうついていったらこう変なことに巻き込まれちゃったみたいなこととか、やっぱりすごく様々な話は同業者の方からも聞きますし、自分もやっぱり見たことがあるので、どんな現状になってるのかっていうところは現実を知って、うん、でそれをこう見て、うん、じゃあどうやったら改善していけば、うん、こう傷つくことがこうちょっとでも減る
環境づくりができるのかなっていうのはなんか思ってますけどね、うんうん、バンド業界とかっていうのはそんなあるんですかね。そのいやあんまり聞かないんですけど、うん、でも高校生の時とかの方がありました、うんうん、そのライブハウスの人が高校生バンド女子たちに手を出すじゃないですけど、うんうんうん、なんかそのこのライブに出たかったらみたいな、みたいなのはありました。まさにそういうこと、はい、もう裏若き乙女そして青少年に言いたいんですけど、人とのつながりだけで仕事を得ようとすなと、うん、まずはそうです、ね、そっちが悪いわけではないけども、うん、ちょっといけるかもみたいなのはもう全員シャットアウトすれば、うん、そうですね、まずいいですよね。 それにつけ込んでくるわけですから、うん、映画業界全体じゃないということだけは本当に強く言っておきたいですね、うんうん、映画業界とかにちょっと数パーセントそういう人たちがおってそれによって泣いてる人がいるという、はい、ほとんどが笑って泣いてない人ではあるということは、まあ俺も全部を見たわけじゃないけど、まあ、こんなキモい男にはそういう話はそう消えへんや。監督が俺にそりゃそうですよ、こやべいいじゃないみたいなことも長いわけですから。それはあるわけないです。女性監督が小籔さん来てくれたら英訳しますよとか女性監督も言われることもないわけです。絶対ない。めっちゃ強く肯定するな。強く肯定するな。分かっとんねん。アベマプレミアム限定コンテンツではバズーカ今週の陰謀ニュースが配信中。近い将来人類は滅亡するです。いい加減なこといいな。そんなもんは残念ながらここで終わります。最近スウェーデンで、うん、子宮の形をしたシリアルが販売されたんですよ。子宮の形をしたシリアル、はい、シリアルが発売されまして、うんうん、女性性の神秘性だったりそういったものが失わせるために子宮の形をしてるんじゃないかっていうふうに言われているんです。詳しく知りたい方は、はい、今すぐアベマバズーカをチェック、うん、気はしている。最初の足がかりとして顔を一切明かさないことを条件にとある映画プロデューサーから話を聞くことに成功した。お願いします。こちらが数多くの有名映画に携わっている映画プロデューサー A さん、うん、彼が実際に体験した性被害の実態を赤裸々に語ってくれた。ちょっと僕も思い出しながら喋る感じになると思うんですけど、はいはいはい、割とワークショップ呼ばれるのは、うんうんうん、その小さい事務所の芸能事務所の社長さんとか、うんうん、まあそこに所属してる方に呼ばれることが多くて、本来監督や講師などが若手俳優などを募り演技力の向上を目的として活動を行うワークショップだが、本来の目的からかけ離れた悪質なワークショップが混在するという、まあ、それこそその所属の卵俳優の卵とかに聞くのは、まあ、自分の社長に実は手出されているとか、あ前にワークショップに参加した監督に手出されたとかあっていうのは結構というかまあるかなとは、はい、本当に右も左も分かんないような、まあ、地方から出てきた女の子もいますし、まあ、20代でも前半とか多いんじゃないですかね。やっぱそうですよね、と思います。ワークショップ内でもなんか例えばじゃあ演技指導の中でちょっとセクハラじみたものもあったりするんですか。まあ、キスシーンしたりとかっていうのは見たことありますね。でも別に監督がチューするわけじゃないと思うんですよね。見てるだけってこと。監督、まあ、監督も入ることはあると思うんですけど、僕もそこではなかったんですけど、もちろん。それは聞いたことありますね。そういうパターンも、はい、あると思う。僕にみたいな、僕とちょっと芝居つみたいな背中刺された、無理、本当に嫌だ。嫌じゃないですか監督。すごい悪いですよね。なんで役者たるものそういうところを気にせずにやりきることがなんか美徳みたいな、なんかそういう感覚ってやっぱそこあるような気がしてて、なんかワークショップでもきっとそういう圧力じゃないけどいろんなことが見えないところで巻き起こっていたり、まあ、出れるとかチャンスとかそういう餌が一番多いんじゃないかなと、まあ、そういうこと言ってくる人に限って、まあ、僕の目から見ると
力持ってないじゃないですけど、うん、特に仕事持ってない監督だよっていうのはやっぱり分かんないじゃないですか、うん、その俳優の卵とか、うん、だから結構食いついてしまうけど、それを指摘されるまではやっぱり分からないし、いざそういうことに及んだけど何もなかったっていうのも結構多いんじゃないかなと、うん、そんなに珍しいことじゃないのかなという認識はありましたね、若干珍しいことじゃない、うん、もちろんそのめちゃくちゃ大手の事務所でのワークショップでそういうことって見たことないですけど、小さいところでやっぱ行われているのは、まあ、そういうの多いなっていう印象はありましたね。ここまででも信じられない事実だが、さらに耳を疑うような手口がありますね。まあ、監督と言いつつ実はその技術スタッフだったとか、いやだからいや知らないわけでもなと思うよ。この監督 誰だっけなと思いながら、と経歴見るとあれなんかプロデューサーとか監督って言ってるけど録音部さんであるとか、そういうのもいっぱいいますね。プロフィール見ると自分がどういう部署に入ってるかは記載されてないけ どその作品には携わってるみたいな。はあ、そうか。結構ひどいですね。ひどいですね。思ってた以上にひどい。嘘は言ってないけどほんまを言ってないってことね。ことになってるんです。でもやっぱ結局飲みですよね。だと思います。うん、はい、そこが、うん、多いんじゃないかなと。未宿ですかね。未宿は多いでしょうね。ほんまかいな。ええとこやぞ、未宿は。交番もあるぞ。やっぱそうですよね。未宿になりますよね。さらに、映画業界内には今、黒い噂を持つ人物が。多分ご存じだと思いますけどね、とか。聞きますけど、すごい有名な方ですよね。いますね。その人物の名は、数々の大ヒット作品を世に送り出してきた超大物映画プロデューサー。女優さんになんか手出すってことですか。とか、はい、あ、なんかそんな気がしてた。でも、まあ、シンプルに、まあ、ホテル呼ばれて高いですってことじゃないですかね、多分。やっぱ絶ちょっとレベルが違う、あの力を持ってる方なんで。え、結構有名な人もそういう風なことをされちゃってる方も今売れてる人がいるんじゃないですかね。もう無理。え、でも そういうのでもありません。結構そうありませんというか、急にね出てきたとかっていうのはいるじゃないですか。 ありますね。例えば来たがるね。いや、まあ本当かわかんないですからね。言った方がいいですかね、これは。一応使わないと言われても怖いですよね。なんとかそうなんじゃないですかね。あ、政治の方聞きましたけど、別に何も訴えられたりそういうことはないわけですよね。やっぱり何かそういう問題を起こしたら夢を絶たれちゃうとか、そういう想像はするでしょうね、きっと役者の方は。そうでしょうね、っていう、うん、それぐらい多分無知な人がやっぱりそういう被害に遭ってるのかなっていう気がしますけど、うん、ある意味だから、まあ、洗脳じゃないけど、ちょっとなんかちょっとそういう普通だよみたいな感じにされちゃうんじゃないですか。やっぱり実際の話をやっぱ聞いて映画を作りたいとか、ちゃんお芝居したいと思ってる子たちのなんかこう心がバキバキ折られてしまうのが本当に切ないから、うん、なんか導いてあげたいなと思うし、どうやったら助けられるんだろうなっていう感じはすごいやっぱありますよね。飛行機を実際お話生々しいのを聞いていかがでしたか。評価された映画とかの、まあ、プロデューサーさんで、割と多分いろんな種類の映画に携わった方だと思うので、結構彼がこういう話をするっていうのはかなりリアルだなっていうふうに思ったんですよね。そういう立場にいるからこそ見えてくる景色みたいなのが多分あって、私が想像していた以上にそのワークショップで行われている必要のないあの演技指導だったりだとか、監督がわざわざ出てきてキスシーンみたいなことをやるとかっていうのは、
ちょっとやっぱりボーダーラインを超えてるような気がして、小さいワークショップもそうだけど、意外とやっぱりそういうかなり大きなこう有名なプロデューサーの方が実際まあそういうことを行って、まあそういう人、そういう関係のある人をキャスティングしたりしてるっていうことがまあショックというか、真面目にやってる子たちにの輝く場所をすごいなんかその人たちのエゴでなんかなんでしょう、そういう場所がこうどんどんなくなっていっちゃってる感じもするし、やっぱり映画って本当に人に夢を与えたり、エンターテインメント以外にもやっぱりもっといろんな素晴らしいものがあると思うので、思ってた以上に残念なことになってるんだなと思いました。ここからは実際に性被害に遭った女優の方にお話を伺い、映画業界の実態に迫っていく。すいません、もう。お願いします。